2019年、女優のローリー・ラウリンとフェリシティ・ハフマンが、IB リーグの大学への入学を、子供たちに買い与えたとして起訴された50人のうちの1人として話題になりました。彼らは一見、すべてを持っているように見えたが、社会的地位を高めるためにすべてを危険にさらし、ある間違った決断が一見、完璧に見える人生を一晩で台無しにしたのです。なぜ人はひどい決断を下すのか、どうすればよりよい決断を下せるように脳を発揮できるのでしょうか。 脳はその決断に一日の体力全体の20%ものエネルギーを使っているとされています。例えば今日は何を着るか、夕食に何を食べるか、同僚やパートナーに何か質問されてどう対応するかなど。また例えば友人から電話がかかってこないのは、あなたのことを本当に好きではないからだ、と考えたりしてしまうことも判断の一部です。これらの思考や行動は、一歩下がって、状況を判断するよりも少ないエネルギーで済みますし、 あなたたが日常的に行っっている誤った判断もパターン形成の一部ですコルチゾルは車が急発進してあなたに向かってくるときには非常に有効です。脳内でコルチゾルが放出されるとあなたはすぐに行動できますが間違ったタイミングで放出されすぎると不安やストレスを感じるようになります。何千年も前私たちが食べ物を借り捕食者を撃退しなければならなかったときコルチゾルは有用でしたが現代社会今はそれほどでもありません。 というのも、いつの間にか極度に不安になったり、同僚に反対されて本気で怒ったりしてしまう可能性が高まるからです。しかし、一つのホルモンが本当にあなたをそれほどまでにコントロールできるのだろうかという質問を深掘りしていきましょう。このコルチゾンの放出のスパイラルを止める方法があります。私たちはこれを押し戻しの原理と呼んでいますが、跳ね返りの原理やプラス思考の力とも呼ばれています。自分のマイナス思考に気づき、その思考プロセスや行動を止め、 プラス思考をすることで、代わりに脳はドーパミンを放出し、コルチゾルを押し戻します。そして、職場で褒められた時や、友人から素敵なメッセージをもらった時など、ポジティブな記憶で押し返すこともできますから、押し返しの原理はネガティブな思考やそのような瞬間に効果的です。次に、社会的な報酬やステータスを脅かす脅威は、物理的な傷や痛みと同じくらい強力であり、人間の脳はコントロールできないことが多いです。神経科学者は、 社会的な報酬が高いとき、私たちの意識が変化し、無意識のうちに知覚が変化して、実際には自分にとって悪い決断を下すことを発見したのです。ロリロリンとフェリシティ・ハフマンは自分の社会的地位を高めるためにあらゆる危険を犯し、社会的な報酬を得るために、自分の子供を IB リーグの学校に行かせるという社会的な報酬への意識は、つかまるリスクよりも大きくなってしまったということです。最近話題になってる エリザベス・ホームズが設立した偽の医療技術会社セラノスに投資した人々にも同じことが言えます。大きな決断をするときとは、大きな報酬を得るための,の意識によって決断されます。イーロン・マスクのように知的でも、ミシェル・オバマのように社会的に尊敬されていても、知覚の変化があなたに影響を与えることは人間みな平等です。そのような状況において、人生を変えるような大きな決断をする前に、すべての詳細を正直に友人に話してください。 それは大切なな行動となります最後に、自分の決断がもたらす最悪の結果について考え、それがどのように感じられるか、あなたはその最悪の状況に対処することができますかと自分の問いただしましょう。2003年、カリルラ・ファティはロサンゼルスの路上で生活する薬物中毒者でした。彼は9回目のヘロインの過剰摂取で救急隊員の手当てを受けたところでした。脳科学者は、習慣の価値が絶大であると証明しています。 大脳皮質の一部には人間の意識下でコントロールできる部分がありマイクロリワードを使ってそれを活性化することができますその日の小さな目標を書き出しどんなに小さな目標でも達成するたびにそれを声に出して言うと脳からドーパミンが放出されますその仕組みを活用することで次の目標へのモチベーションが次第に高まります神経科学によれば賢明な決断をするためには他にもいくつかの方法があるそうです 脳が決断に対する疲れを起こす時間帯の前である、早朝に大きな決断することが、多くの人にとって最適な時間帯です。あなたの周りにいる人々もまた、決断に影響を与えます。脳科学者は人間は、言語を通して脳は一緒にいる人の行動パターンや性格を拾っていると説明している。ウォートン大学の神経科学イニシアティブのエグゼクティブディレクターであり、視覚神経科学者でもあるエリザベス・ジョンソンは、 人によって異なるアートワークの捉え方についてのセッションを担当しましたこのセッションでは3から4人のグループでそれぞれの患者が作品をどのように受け止めているかを話し合いますこのように異なる解釈をすることで人々は新しいアイデアを発見し視野を広げつながりを持つことができるのですそれは視点を変えるということですこれは自分の決断への動機が規制概念にとらわれないようにするための強力な思考法であり その結果、長期的により良い意思決定につながるのです。最近の自分の行動を振り返ったり、決断がもたらす将来の結果を、時間をかけて視覚化したりすることで、主観的、つまり自分の視点から客観的、つまり他人の視点に自分の意識を移すことで、脳には目に見える変化が起こります。そのような経験は、実際に起きていないことから学ぶことを、脳に教えることができるのです。これは言い換えれば、あなたは想像力を駆使して、 より良い決断ををするために脳をハックしているのです。しかしそれを続けていけば新しい決断への思考パターンを形成しその思考を習慣化することができます。それではまた次回を愛いしましょう。